二人組教育系 YouTuber カサニマロせーのカサニマロどうもこんにちはカサニマロごめんなさいもう取り直しませんけど、えー、整数の性質をやっていきたいと思います、えー、この動画だけで、えー、教科書内容は全部網羅しておりますのでどうぞついてきてください、えー、まずは、えー、と倍数約数の話からしましょうであの、もしかしたらあのー、整数の性質というか倍数約数分かってる人っていうのは個別具体的な単元名で 調べてるんじゃないかなっていうふうに思うのでもうロからいきますね倍数約数の話あの3の倍数って言われたらあのこうですよ3を足していけばいいんですあの3からスタートして3を足していきますよし三六36912サ,サザえ三31が332が6サザが九、3 4 1 2っていう具合に3の段がバーって書かれていくんです で、3の段が終わっても続きます。続きます。無限に続きます。えー、これが3の倍数と言われます。で、えー、っと、じゃあ、約数の話をすると、えー、じゃ例えばじゃ十18の約数っていうふうにしましょうか。18の約数。18の約数って言われたら、さっきさ、えー、っと、3って言われたら、3を最初に書いて、3を足していきましたよね。18はちょっと違うく、あ、え、これ、約数はちょっと違います。 約数は、えー、両端に1と、えー、その主役となっている18を書いてやってくださいね一1と主役を書きます1と主役を書きますでそしたらまあこの1と18の1個内側にかけて18になるペアをもう1個書いてくださいどういうことかっていうと1かけ18って18じゃんだからこの1個内側にもここかけここが18になるペアを書くんです でそうすると,、えー、と2と9ですか 2×9 ってきますねまあポイントとしては左から埋めるとやりやすいじゃあもう一個内側に書きましょうかで左から埋めるとやりやすいので、まあ、3を埋めたら 3×6 が18ですねで今度は4とか埋めてみようと思いますけれども 4× 何をしても18になりません 5× 何をしても18になりませんじゃあ次6っていこうと思ったらあ 6×3 は18やってなるけどかぶるんでねここが。 え、もう、こう、被ってる部分は、あの、消しちゃいましょう。っていう具合に、え、約数が決まります。で、それから、え、約数と倍数は逆の関係だっていうことですね。逆の関係です。え、どういうことかと言いますと、じゃあ、18の約数を例に取ってみます。え、これは、18は、っていう、ちょっと、主語を書きますね。主語に、主役を持ってきてあげてください。ちょっとごめんなさいね。なんか、あの、国語の授業みたいになってるけど、18は、 ちょっとわけわからんと思うんで、赤で書きけます。18の、約数の、倍数って言えるんです。まあだから、ここ主語って書いてから、まあ、C っていうならば、ここが術語だよね。術語とか、術部って呼ばれる文だよね。えっと、で、実際、18の約数って何なんですかと。ね、わかりません。日本語が出てきたら、基本的に数学語。 に変換してやった方がいい日本語を数学語訳しようと、ね。英語の授業みたいな感じで日本語を英語に直すみたいな感じで日本語を数学語に直したり数学語を日本語に直したりする。これ繰り返していくと結構問題すっきりします。で、18の約数って日本語来てるんでこれを数学語訳するわけです。で、数学語訳した結果がね実はこれなんです。ね、18の約数ってのは1と2と3と6と、あじあ、ゃあ1と2と3と6と9と18っていうふうに出てるんです、ここに。 これが数学語訳の結果なんです。えー、数学語訳なんです。これら全部が。まだ、あ、ちょっと縦に書いちゃいましょうか。1236918?1236918? ね。で、あ、18入ってないですけど。はい。で、そしたら、実際これ18は1の倍数です。これね、正解だよね。18は1の倍数ですよね。えー、なんでかっていうと、 1に 1, 1を足してって1の倍数ってだから1234ってなるんですよあの1からスタートして1を足していけばいいんでそしたらあのそのうち18出てきますよね18出てくるんで18くんは1の倍数のこのね1の倍数の列に入ってるんで18の倍数って言えますで2もそう2からスタートしてこれ実は2の倍数って偶数ですけど偶数なので2を足していきます246810っていう風うに こちらはそのうち18出てくるんです18出てきたので、えー、18は2の倍数と言えます3もそう36912ってくるんで、えー、18がいますよねなので3の倍数ってきますうんちょっと、まあ、日本語難しかったら一番最後とどめに1の倍数2の倍数3の倍数っていう感じですねうんじゃあ6の倍数はっていうふうに言われるともうあのくどいよって思うかもしれないですけど612 18ってなりますんでえっ、ー、と18出てきましたねなんで6の倍数とじゃあ9もやってみましょう、えー、91827って感じですけれどもまあ途中で18出てきますから18出てきたと9の倍数ってなって9の倍数と十18はねこれどうなってるかっていうと、えー、18に18足します3636 36に18足します、えー、54めちゃ暗算しましたけどこんな感じ押したらねえっ、ー、と 18がこの中いるんですよ。なんで、もこの子自体が倍数なんで、18の倍数っていうふうにできます。っていう感じで、あの、約数と倍数ってのは逆の関係ですよ、と。ね。えっ、ー、と、18は18の約数の倍数ですよ、と。まあ、な、これがなんで逆なんっていうふうに思うかもしれないですけど、まあ、一旦鵜呑みにしてください。とにかく逆なんです。よろしいでしょうか。で、お次の話いきましょう。えっ、ー、と、ここまででですね、実は、えっと、 あまあ、ちょっと18の約数の倍数のところはやってないかもしれないけど、小学校、中学校の復習でした。で、こっからがですね、えー、っと、一応また、うんと、中学校の中3の復習になりますかね。えー、っと、まず、そやな。じゃ十 60×6×10 ってのが成立しますよね。まあ、普段やったらこれ逆ですけど、普段やったら 6×10 が60ですけど、 あのこれ答えを求めたっていう感じなんですけどあのこれはなんか分解したっていうイメージですよねえっ、ー、と 6×10 で60でまあ求めたって感じですけど逆やったらまあ分解したっていう感じですよねあのこんなことノートを取んなくていいですからね分解したんですでこの分解した後のほにゃほにゃかけるほにゃほにゃのこの一個一個のことを因数って言います因数って言います 因数って言いますなんでなんか何だろうな例えばあのこんなんやったじゃないですか高校入ってすぐにでこれが x たす y かける x たす y でしたよねえー、これピンとこない人は普通に公式に当てはめましょうあのこれは見たことあるよねこれはもう見たことあってくれよえー、これの2乗ですよねで2乗ってのは2回掛け算ですからね3の2乗やったら3かける3ですから えっと、これかけこれなんです。で、実際これ掛け算に分解したっていうふうにも言えるんですよ。これが、これを全部って捉えて、こっちを一部分って捉えたら分解したって言えるんです。だからこういうのを因数分解って言ったよね。因数分解。えー、なので、この因数っていうのは、なんか日本語、もう一回日本語訳すると、一部分っていうイメージです。一部分っていうイメージ。はい。 で、ちょっと頭のチャンネル切り替えてください。えっ、ー、と、素数っていう話を、えー、ご説明します。で、素数は、あのー、入試に、なんやろな。数学を入試に使わねえよ、という人ももしかしたらこの動画見てるかもしれませんけど、素数はね、社会人になってからも、なんか、容器出てきます、これ。なんでかっていうと、なんか、ツイッターとかなんか、わわーってなんか、あさっと取っ,ったら、素数っていうのがなんか当たり前に出てくるんで、素数は覚えましょう。で、素数は何かっていうと、えっ、ー、と、 うんとね、最大、ごめんなさいね。最大5億じゃない。えっと、約数が、2つだけ、手の素数というと思ってください。<laughs> なんだ、そんなことかと、思うかもしれないんですけど、ね、例えばだから、2の約数っていうのを求めてみてください。2の約数求めてみると、これ、1と2だけだよね。だって、じゃあ、の、その、1と、 えー、主役を端っこに書きますでその内側にもう一個1個 1×2 のあの,あのもう1個2になるペアを書こうとすると書けないんで1と2なんですよ1と2。って感じで2つだけですよねじゃあ例えば5の約数、えー。5の約数っていうふうに言われたら1と、まあ、5ってなるんですけどじゃあえっ、ー、とねこれの内側にかけて5になるペアを書いてくださいって言われた時にないよねそんなもんは。 ないんです。だから、1かける5ってなる。え、じゃあ、例えば、え、11の約数はって言われたら、11も、ね、1と11の、この内側に書いてくださいっていうふうに言われたら、これないんですよ。なんで、えっと、約数2つの、こいつらは素数っていうふうに言います。すなわち、2は素数、5は素数、11は素数です。で、ポイントは、1の約数を求めてください。 1>, 1の約数って1だけなんですよね。あの掛けて1あのそう1の約数って1だけなんですよ。ちょっと難しいんですけど、そうだからこの場合は約数が一つだけなのでえー、っと素数じゃないです。だからもう本当にちょうどよく素数が素数ってのは約数が2つだけの子供たちのことを素数と言います。 よろしいでしょうかでねえっ、ー、と因数と素数ってのを組み合わせた概念として素因数ってのがあります素因数ってのがあるで素因数って何かっていうとあのー、この一部分のことですよねこの丸とか三角のことなんだけど丸とか三角が、えー、素数なら、えー、素因数です って言われてもピンとこないと思うのでちょっと復習しましょう中学校の時の復習です良ければあの紙とかある方はそ,そっちにちょっとなんかメモりながらやっていただければいいんですけどじゃあ例えば60を素因数分解せよっていう問題中3の時出ましたねえか、ー、すかに覚えてると思いますねかすかに覚えてるぞでそしたらどうしたかっていうとまず60を書いて筆算の逆向きを書きましたよね で、めっちゃ割ってったじゃん。2とか3とかで。割ってくよな、こうやって。で、15は3と5で。まあ、5はこれ以上割れないかって感じで。やってったよね。で、それで60かける、60ってのは2、2かけ2かけ3かけ5ってわかるんですよ。2かけ2かけ3かけ5ってわかるんです。いいですかっていう、この、 2とか2とか3とか5のことを素因数と言います。素因数と言います。まあ当たり前ですね。まず因数っていうことはわかりますかねだって1部分じゃんか。全部60の1部分なんです。この子たちが。じゃあ素数なのはわかりますかねえ。実はこの計算をすると全部素数になってくれます。えなので素因数分解って言ってるわけじゃん。 ね。え、因数分解は、えっと、求めるの逆で、まあ分解だから、で、因数分解だったよね。で、素因数分解ってのはこういうことみたいな。言ってることは雰囲気分かりますかね。はい。っていう感じですね。素因数分解の手順も、あの、今一度おさらいしておいてください。まあ、さすがにもう一問ぐらいやってみますか。えー、素因数分解の問題。例えば54。54素因数分解してみましょう。 えー、じゃあ54って書いて、みんなやったらなんて書けますかね。まあ2が一番分かりやすいよろうな。2って書いて、で、まあ27と。で、54ある2が分かんなかったら、もうもう一回こっちに、あの、筆算書き直すしかないからね。もうそれはもう、あの、こられてや。で、27って出たんで、これは消しゴムかなんかで消して、27と。で、27は3の段に入れてきますね。えー、こんな感じか。えー、こんな感じ、こんな感じと。で、2×3×3×3 ってなります。従って、54イコール 2× 3かけ3かけ3とで、まあ、3が3回掛け算されてるのでまあ大体3の3乗っていうふうにくくりますねあだからこの2かけ2っていうのも2の2乗っていうふうにくくれますからねよろしいでしょうかっていうところで、えー、ここまでめちゃくちゃ丁寧に、えー、お話しさせていただきました、まあ、とはいえねあのー、学校の授業よりはペースで早いんであのついていけなかったら申し訳ないです じゃあ、お次ですね。えっ、ー、と、公約数と公倍数の話をしましょう。公約数と公倍数。まあ、公倍数と公約数か。公倍数と公約数。ここからちょっとレベル上がってきます。えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、4の倍数にも、 入っているし6の6はめんどいわ3にしよう3の倍数にも入っている、えー、自然数まあ自然数、まあ、数字ですねちょっとトイレ行ってきますごめんなさい失礼しましたえっとこれを、えー、っと4と3のなんか本当は3と4ってちっちゃい順に書きますけどまあいいです4と3の 公倍数って言います公倍数、まあ、大事な概念なんで線引いときますね公倍数えっ、ー、とまあちょっとじゃあ発展的な内容でこれベン図がありますね、えー、これ全体集合ですあこれ分かんない人はすっ飛ばしてくださいねえっ、ー、と分かんない人はいいんですけど分かる人はここでクリティカル、えー、3の倍数と4の倍数っていう集合があります で、3の倍数っていう袋にも入ってるし、4の倍数っていう袋にも入ってる自然数。ここですね。ここが3と4の、えー、公倍数ってことになります。あの、当たり名だから3と4の公倍数も、4と3の公倍数も同じだからな。こんな <laughs>、あの <laughs>、こんな、大丈夫ですね。えー、ここが3と4の公倍数です。えー、なので、えー、っと、ま、どっちにも入ってたらいいんですよ。じゃ、3の、えー、っと、倍数は、3、6、 9、12、15、18、3ずつ刺していくんですよ。3ずつ刺していったらこんな感じになりますね。27の30の、33の、36の、39のこの辺にしておこうか。4の倍数は、4からスタートして4を足して8 4。4を足す。4を足す。4を足す。途中までは4の段だ。そのまま4の段だ。32、36。ここからが自力。4を足す。4を足す。はい。いいですかね。で、両方にもい、両方に入ってる、 数をあのかあの見つけててやってくださいえー、入ってないな3とか4入ってない6とか8入ってないなで9この辺も入ってないなあ12入ってた、えー、1516惜しいけど入ってないな入ってないなで21入ってないなあ24入ってたねえー、この時点であ12ずつ増えてるなってことが分かります12でスタートして12ずつ増えてますなので、えー、これって12の倍数じゃねっていうふうにちょっと妄想しますよね だって12で始まって12足されてるんですよ。偶然じゃないよね。で、えっ、ー、と、もうちょっと見ていきますね。じゃあ、えっ、ー、と、28、27の惜しいな。で、この辺も違うな。33違うな。34。ああ、この辺もう来たーと。ね。24の次は36なわけですよ。えっ、ー、と、もうこれ12、24、36って来てるわけ。12で始まって12が足され続けていくんですよ。じゃあ次は48だろう。はい。っていう感じで、実は4と3の公倍数は12の倍数になっています。 で、あの、公倍数の中で、一番ちっちゃいやつ。一番ちっちゃいやつですね。公倍数の、まあ、24とか36じゃなくて、12。いっちゃん、はじめに出てきた一番ちっさい公倍数のことを、ちょっとごめんなさい。ちっちゃくてすみません。最小公倍数って言います。最小公倍数って言います。最小公倍数。だからね、えっ、ー、と、意味わかんないこと言うと、4と3の公倍数っていうのは、ちょっとちっちゃく書きますけど、えっ、ー、と、 4と3の最小公倍数の倍数なんです。最小公倍数の倍数なんです。えっ、ー、とね、進学校を通ってる奴らは絶対覚えろ、これ。最小公倍数の倍数です。うん、もう高校卒業できたらええわっていう人たちは覚えんでいい。大学行きたい人は覚えてください、えー。最小公倍数の倍数っていう意味になります。で、えっ、ー、と、 で、最小公倍数、ここで言うとね、日本語訳してみますよ。12ですね。4と3の最小公倍数、12だよね。なんかこれはわかるよね。4と3の最小公倍数って、なんか12だよね。で、の倍数なので、12から始まって、12を足していけばいいわけです。うん。で、なんかわかるよね <laughs> っていうのは、えー、っと、ちょっと、あの、循環論法になるんですけど、本当は。 えっと、最小公倍数の求め方って、あの、両方とも分母に持ってきて足し算すればいいんですよ。で、通分してみてください。えー、そしたらね、えー、出てきます。実 <laughs> は最小公倍数が。この分母に来てるやつが最小公倍数です。だから一応、小学校の教科書とかカリキュラムでは、えっと、最小公倍数習ってから通分を習うっていうふうになってます。なんでまあ、一応、ここで使われてるのは最小公倍数ってことですね。通分の時出てくるやつです。 はい、で、えーと、最初、公倍数の話しましたね。じゃあ、今度、公約数の話でいきましょう、えーとね。やってることは同じです。例えば、えー、と12の、えー、約数にも入っているし、えー、15の約数にも入っている自然数。 はいえー、これを、えー、公約数と言います。えっ、ー、と12と18の公約数って言います。十二と十八の公約数って言います。えー、もう一回ねフェンズ書いてみると、えー、12の約数にも入ってるし18の約数にも入ってる。 うん、これも大学行きたいやつを覚えとけこのベンズで表せるわけですこのかぶってる部分が公約数です12と18の公約数はいで実はこれもえー、っと最小公倍数と最大公約数っていうのがなんか逆の概念だっていうことはなんとなくわかるよね最小公倍数と、えー、最大公約数あーまあ ま、聞かなくていいんですけど、えっと、わか、なんで最小と最大って、ま、なるかっていうと、えー、っと、公倍数は無限でしたよ。あの、倍数は無限でしたよね。あの、だから、さっきの3と4の公倍数って言われたら、3と4の最大、最小公倍数が12ですから、12、24、36って続くんですけど、無限に続くんですよ。だから、倍数に最大はないんです。まあ、C って言うなら無限が最大なんですけど、無限って最大って言わないんですよ。なんで、最大がないんです。で、 お次えっと公約数の場合ごめんなさい約数の場合は例えば12の約数12の約数考えようとなった時に、えっと、1と12とっていう感じであのこういうふうに埋めていきますよねなんで最小公約数は1なんですよ誰も全員1なんですだから最小公約数はもう1になるんであんま考えないですよねもう絶対1だからあんまり議論に上がってこないんですだから最小公倍数と最大公約数っていうこの2ペア2ペアじゃない この、つい、この、この人たちが、あの、出てくるって感じになります。で、えっと、それでね、えっと、二十あごめんなさい、十八と二十八の公約数って言われましたら、えぇ、こうですよね。えっと、なるんですけれども、えっと、まずじゃあ12の約数考えてみましょう。一と十二と、えぇ、の、二と六で十二なるね。で、三となんぼれ十二なる四か。これで終わりか。十八十八は一と十八をまず書いてあって、 その内側に2と9を書きましょうかでその次3を書きましょうかで4は無理で5も無理だからこれかうんだから12にも入ってるし18にも入ってる人達を考えればいいんですでそうすると1は入ってるね2も入ってる3も入ってる4はダメ6も入ってる9もダメ12も18もダメかねこの丸で囲ったやつらが、えー、とお互いが持ってるやつになります なので、12と18の公約数は、実はまあ、あの <laughs>、まあさっきと同じように、なんでこれ言ったかっていうと、最大公約数の約数になるんだけどね。うん、実は最大公約数の約数になります。で、最大公約数ってこの6だよな。実際これ6の約数になってるわけです。1と6と、で、やったら2と3と、あとないかみたいな感じで、これで終わりますね。 通具合に、えっ、ー、と、12と18の公約数は、この被ってる部分が公約数です。で、言い方変えると、最大公約数の約数が公約数っていう風になります。いいですかね。ちょっと循環するんですけれども、まあちょっとテクニックとして知っておいてくださいよ。えっ、ー、と、とにかく、公倍数は、えっ、ー、と、倍数には最大がないですから、最小ね。最小公倍数の、 倍数日本語自体は覚えやすいよなだから日本語ごと覚えちまうぜで公約数はえー、っとね最小公約数は1だから最大公約数の約数っていう具合になりますいいですかねでここから、えー、っと最小公倍数と、えー、最大公約数の、えー、求め方を え、確認していきます。で、まず、ちょっと、普通、教科書だったら最小公倍数から来るんですけど、最大公約数の方が求められなければやばいので、最大公約数からいきますね。で、まず、いきなり裏技からいっちゃいます。えー、っと、一応、これはユークリッドの誤除法と呼ばれるやつです。ユークリッドの誤情法って呼ばれるやつです。 多分名前覚えなくていいと思うんですけどまあもしかしたら問題文ぐらいにやれてくるかもしれないんで「ゆクくりドのご情報」ってやつですね。でこれ実際やってみると例えば60と72の最大公約数求め,求めましょうと。 で、最大公約数って、えっと、アルファベットでっかい大文字で G と表されます。でっかい大文字。でっかい大文字はこれですね。<laughs> あの、すただの大文字です。ごめんなさい。ただの大文字 G で表されます。で、えー、っと、これね、やり方あって、まず、物干し座を書いてください。で、ハンガーを書いてください。で、洗濯物干してってください。以上。どういうことか。 物干し竿にハンガーだらけなんか割り算の筆算みたいな感じでハンガー吊るしてやってくださいよでこれスペースがありますよねでこのスペースにでっかい順に洗濯物干していくんですでっかい順にねで今この72と60が洗濯物ですだからね72を干すぜ60を干すぜでさっきちらっと言いましたけれどもあの割り算の筆算みたいな感じになってるんですだから 72÷60 みたいな感じになってるんですよ まあ洗濯物干せてないですけどね宙に浮いてるんで干せてないですけどまあ一旦それは置いといてえっとまあ1がたって60になって12が余りますねであのだ段だったらこれ0にしてあのここ小数点打って点2って書ってやりますけどえっと整数のまま止めてくださいだからえっと12の3行目3行目で止めるでこの3行目が差になってますからでこの差も洗濯物です干してやってくださいはいなので12を干しますここに で、干したら、ま、割り算したらね、こうなりますね。で、0になったら、えっ、ー、と、ま、あこれ選択物なんですけど、あの、でもここに干しますよ。干してみます。干していいです。干していいんですけど、そしたらね、これ実は、12割る0ってなります。で、割る0はダメなんですよね。なんか、だからこう、あー間違えたってやっていただいて、あなたが一番最後に書いた選択物が最大公約数になります。 最後に書いた選択問最後に書いた選択問が最大公約数です。はい。で、えっ、ー、と、一応原理を説明していきますね。えっ、ー、と、今何は はい、でえっ、ー、とごめんなさい一応切れちゃったんですけれどもえっ、ー、とさっき何やってたかっていうと物干し竿にハンガーをかけてえっ、ー、と7260割り算して12が出てきました3行目ねでえっ、ー、とこれも干してやりますで5を立てて、えー、割り切ったとでえっ、ー、とじゃあ今度は洗濯物なんで0を立ててやるんすけどあ間違ったって感じでいっちゃん最後に書いた洗濯物が12と。 いうことになりますねで、これなんで12が最大公約数にこれでなるのかっていう話なんですけどえっ、ー、と、ちょっとね、この問題を思い出してみてくださいえっ、ー、と、小学校の時の問題ですねえー、7 2ンチうーん、かける6 0ンチの、えー、タイルをえー、できるだけ大きな 面積の正方形で敷き詰めるときその正方形の一辺の長さはとこういう問題解いてみますで実はこれあの小学校の時にやったのは最大公約数を使うやつですよね最大公約数使いますあいいや G でいいか g を使う。g を使います。えー、で、あのー、まあ、じゃあ最大顧訳数使わないとしたらどうなるかっていうと、こんな感じになります。えー、っと、えー、っとこ、こんな感じですね。まあ、図を書いてあります。まずこうやって。こんな感じで。えー、72cm×60cm の図を書きます。 で、そしたら、あの、いいですかねなんか、紙があったとして、この紙を、えっ、ー、と、パターンってこう折りたたんで、あ、パターンっていうか、うん、あ違うな。まあいいや、えっ、ー、と、ここから、ニョキニョキリ60センチ生やしてください。こうやってね、こうやって。で、一辺が60センチの正方形をまず作ってあるんですよ。こうやって、こんな感じで。そしたら、ここが、何センチになりますか ?12 センチですよね。じゃあ、えっ、ー、と、12センチと60センチなんですけど、 じゃあも,うもう今度十二一辺が1 2ンチの正方形を作ってやるんです同じようにそしたら1 2セン1 2二セ1 2十二1 2チ、十1 2ンチって感じで実はこれえー、っといけますだって 12+12+12+12+12 12 12 12 12は60ですから 12×5 は60ですからいけるんですでそしたらえー、っと一辺が12ですよねだからあっ何か 一辺の長さがだだったらら敷き詰められそうだなとあ、じゃあ12が G かなっていうふうに思いますよね。なんで実際にこれで敷き詰められるか確認すればいいです。で、確認するまでもなくて実は。絶対に12です。もうこの段階で12って言っていいんですけれども、念のため。えっ、ー、と、だってこ、こっちが60ですよね。で、60を12で分割してったら割り切れたんですよね。で、もう一回。 こっち十六60ですよね。60なんで分,分割できますよね。12、12、12、12、12。はい、割り切れた。で、こっちかも、じゃあ12、12、12、12、十二って割り切れるんで、じゃあ全部割り切れるんですよ、こうやって。全部いける、全部いける、全部いける。全部12で割り切れるってことがか確認できるぜってなって、はい、12で敷き詰められました。12が最大公約数と。で、実はね、今やった作業がこれなんです。えー、っと、72から、まず60を1、えー、個取り出してるんですね。 60を1個取り出してます。えー、実際取り出すと、こんな感じですね。取り出しました。で、今度、えー、っと、じゃあ、とどめっていう感じで、60を12で分割したんですよ。分割したんですよ。で、そしたら、えー、12やね、12やねっていう感じで決まってくる。なので、実はさっきのユークリッドのご乗法の作業って、今やったのと同じことをしてるんです。いいっすかね。 はい。で、お次ですね。えっと、じゃあ、最大公約数の求め方、えー、っと、G ああ、G の求め方、丸2。え、素因数分解する方法ってがあります。えー、素因数分解。で、共通のものが最大公約数になります。 ええと、どういうことかっていうと、あの、イメージは、うーんー、どうしようかな。うーん。この文字式の共通部分っていうのを考えればいいです。で、この共通部分っていうのが、えっ、ー、と、文字の場合だと、 えっと、共通因数っていうふうに呼ばれます。共通因数でくくり出すなんていうふうに言いますよね。因数。で、えっ、ー、と、数字、自然数だと、えー、共通因数とは呼ばずに最大公約数って呼びます。で、えっ、ー、と、実際これやってみると、これなんか足し算するようなイメージですよね。そしたらこれ共通因数くくると、 こうなるよね。あ、ちゃうわ。えっと、こ,こうやから。すいません。えっと、こ,こうなりますわな。まこれが共通因数なわけですよ。で、文字で言うとこれが最大公約数そのものなんです。だから、今さ、これ、因数分解で共通のものは共通因数ですけど、これ因数分解してるもんね。えっと、素因数分解で共通なものは最大公約数になります。うん ま、だから、めっちゃ雑に言うと、共通因数イコール最大公約数だと思ってくれ。えっ、ー、と、ま、文字の場合共通因数、自然数の場合最大公約数っていう、まあ、大まかな違いはありますけれども、もう同じと思ってください。で、そしたら、えっと、同じように、え、60と72の、え、共通部分を見てやれば、実は最大公約数がわかります。 で実際これ損失分解してみましょうね六60で30で3で割って10で2で5かじゃあ2235ですから2の2乗かける3かける5って分かれますで72はというと72はえっと2で割って36で3で12で3で4で22ですか2三えっと2233ですね22233なんで2が3個3が2個とはいでこの子たちをまあなんかあの <laughs> さっきの要領で、共通の部分取り出してやればいいんです。そしたら、2が2個あって、2が3個ありますから、あの、2個分は取り出せますよね、こうやって。で、こいつが持ってるラスト、3個目の 2, 2っていうのは、あの、余りですね、残りカスですね。で、えっ、ー、と、今度こ、この辺に注目してみると、3が1個、3が2個ですから、えっ、ー、と、1個分は取り出せますね。で、えっ、ー、と、余ったやつ、こいつは残りかす。 で60の方で5がいますけど5も残りか数ですね72は5を持ってないのでなので、えーとまあ、これ 4×3 ですから12ですねって感じで12が最大公約数と決まりますよろしいでしょうかねっていう感じでまあ共通部分が最大公約数っていうふうになりますよろしいですかねじゃあえっ、ー、とお次です最小公倍数の求め見てみましょう で最小公倍数の求め方一つしか教えません。で最小公倍数 L って示します <laughs>。まあちょっと覚え方なんですけど難しくて。えっとそうやな。公約数。公約数。何もん関係ないもんな G が。まあ最大っぽいのが G で最小っぽいのが L って思ってくださいよ。なんか L の方が雑魚そうでしょだってもう小文字にしたらこれっすよ。雑魚いいじゃんどう考えても。 ねも、小文字の G、ねだ、だいぶ難しい。あのね、全然ちゃうよな。って感じで、まあ、L の求め方、やっていきます。えー、これね、えっと、結論から言うと、えっと、材料を、過不足なく、集めるです。えー、なので、例えば、う、えーんと、 12と18の最小公倍数を求めます。で、そしたら材料を過不足なんか集めるっていうことになるんですけど、まあ、まあ、CT ならコレクトの L が、まあ、L になりますね。<laughs> 集め、集めてくるんです。で、えー、っと、そしたら、最小公倍数、まあ、求めてみますね、実際。まあ、実際に求めてみると、まず12の え、倍数を書いてやって、18の倍数を書いてやれば、ま、頑張れば求まるんですよ、こうやって。で、あ、36が、最初に出てきたなと。なんで、これは36なんです。なんですけど、え、もうちょっと、えっと、裏で何が起きてるかっていうことを考えたいので、素因数分解しますね。素因数分解します。 困ったら損失分解ですよ。なんで、えっと、12は、これ、4×3 なんで、2の2乗かける ×3 ですね。で、18は、これは 2×9 なので、2×3 の2乗ですね。で、材料を過不足なく集めるっていうことなんですが、いいじゃあ、36。36が最小公倍数ですので、36を、えっと、損失分解してみます。そうすると、4×9 ですから、2の2乗かける ×3 の2乗なんです。 まあまあ、こ、この、素因数分解は頑張って自力でやってみてください。で、そしたら、えっと、36の、こ、ここですね。ここが実は完璧な材料なんです。何の材料かっていうと、12と18の材料になってます。そう。12の材料も揃ってるし、18の材料も揃ってる。丸と三角の最小公倍数って言われたら、丸も作れるし、 三角も作れるよっていう意味で実際これ見てみます2の2乗と3の2乗これは2が2個と3が2個っていう材料があるっていうことですねで実際12を作るためには2が2個3が1個必要ですから、えー、っと2の2乗と3が必要ってことになります でお次ですねえっと18を作ろうと思ったら2が1個3が2個必要ですけど、えっと、材料揃ってますねっていう具合に、えー、材料を過不足なく集めてくればいいでもそんなこと言われたって求め方分からんねえということでどうしたら材料を過不足なく集めてこれるかっていうとえー、っと最大公約数すなわち共通の材料共通の材料とえー、っと 片っぽの残りすと残り数を掛、えー、け算してやればいいです。どういうことかっていうと、12と18の最,最小公倍数 L を求めたかったら、12をね、えっ、ー、と、まあ、素因数分解するとこうで、18を素因数分解するとこんな感じでした。そうすると、えっ、ー、と、これ2が1個と3が1個っていう具合になって、 えー、最大公約数は6ってなりますはいでえっ、ー、と12の余りの部分12の余りの部分がこれ2が余ってますよね18の余りの部分でいうと3が余ってますで最大公約数だけだと材料足りないんですよね最大公約数から12を作ろうと思うと2が足りないんですでこの残り数要は不足分ですね不足分えー、まあもっと言うと12の不足分 で、じゃあ今度ね18を作ろうとします、えー。18を最大公約数と残り係数で作ろうとすると、えー、18まあ最大公約数6と、えー、2なんでまあ3が1個足りないね。集中してよ。最大公約数が6です。残り係数ね2ですよね。じゃあ2が2まあ2かけ2かけ3でえっ、ー、と3が1個足りないよね。だからえっ、ー、と残り係数掛け算してないといけないと。 だから、えっと、12の残りカスと18の残りカスをかけ算しないといけないんで、えー、っていう感じで、最小公倍数っていうのは最大公約数かける残り数付きの残りカスっていうのがあります。よろしいですかねちょっと難しいので、えー、1個問題解いてみましょう。えー、1個問題解いてみると、えー、36と90の、えー、最小公倍数。 L を求めようまあ最小公倍数で示してもいいし L って示してもいいし最小公倍数 L って示してもいいまあ最小公倍数 L っていうふうに示すと結構丁寧でえっ、ー、と求め方なんですがえっ、ー、と最大公約数求めてやったらよかったんですねじゃあえっ、ー、と素因数分解してやって、えー、36ってのは2の2乗かける3の2乗とで90も素因数分解してやりましょう 45で、3で15で、うんね、5で3ですから、2335か。2335ですね。で、そしたら、まず最初、最大公約数求めてみます。最大公約数が、えっと2、2、二が1個。3が2個ですね。で、じゃあ残り数はっていう風うに言われたら、残り数が、まずこっちの残り数。2が1個分がまず残り数だよね。 で、3は残り数じゃないから、まあ、36の残り数は2だけ。で、今度90の残り数は、えー、90の残り数はですね、ちゃうやん。ちゃうやんけ、全然。ごめんなさい。えっ、ー、と、30、あの、うん、2だ、あの、今、今何してるかっていうと、最大公約数求めます。まず、もう1から。最大公約数求めます。えー、2ですね。で、3が2個ですね。これが最大公約数。 で、今度、えー、36の残り数を調べたいんですが、えー、2が1個分残ってますね。なで2。で、今度、90の残り数を調べたい。えー、90の残り数が 2×3 の事情の、えー、っと、ここね、えー、っと、5が余ってますね。っていう感じにすると、えー、っと、この塊から36も作れるし、90も作れますよね。 え実際に最大公約数かける残り数すれば36になるし、最大公約数かける残り数すれば90になります。なので、これが最小公倍数と決まるわけです。いいですかね。ま、実際計算してみましょうか。えっと、ここ10ですねえで。で、4かけ2で8ですね。じゃあ80ですね。ほんまにいいかそんなわけねえやろ。えっと、ちゃうわちゃうわえ。えっと、9かけ2で18の、えっと、10やから180か。 はい。自分で計算してみてください。180になります。よろしいですかね。っていう感じで、えー、最大公約数かける残り数き残りスで、えー、最大公約数に最小公倍数 L になるよってことです。っていう感じで、ちょっと、あのー、こういうことが言えるんですよ。えっ、ー、と、うん、そうやね。36と、何やったっけま、90やったっけ ?90 の、 最大公約数、最小公倍数見てみると、実はこういう関係が得られます。えっとね、36っていうのは最大公約数かける残りカスで、90は最大公約数かける残りカス両方ともこういうふうに示されます。で、最,大最小公倍数は最大公約数かける残りかける残り数ってなる。 ま、ちょっと頭の単位で切り替えてください。あの、こっちは当たり前ね。えー、っと、最大公約数取り除いても残り数はいるよね、と。で、こっちも、まあ、あの、単体で、えっと、頭切り替えてみてもらうと、最小公倍数の最大公約数の残り数の残り数です。でね、これを一般化します。えー自然えー、っと、二つの自然数、AB の、AB について、最大公約数、最小公倍数を 考えると、こうなりますね。えー、っと、A は g かける残りす。えー、これダッシュをつけると残りすって意味にあります。B は最大公約数かける残りす。で、この残りすは、えー、っと、当たり前ですけど、A ダッシュからも B ダッシュからもこれ以上、えー、っと、共通の部分を取り出せませんよね。えー、最大公約数ってのは共通の部分が最大になってます。共通の部分最大です。 なので全部取り切ってるの。共通の部分を。だから、A' にも B' にも共通の部分ないです。共通なし。で、これのことを互いに沿って言います。で、もっと言い方変えると、え、最、えっと、この A' と B' の最大公約数が1なんですね。A' と B' の最大公約数が1になります。はい。よろしいですかね。 で、えっ、ー、と、これ実際じゃあ、えっ、ー、と、A×B をすると、G の A'、G の B' ってなるけど、えー、この部分ですね、G× 残りかす×残りかすなんで、GL になりますね。はい。っていう具合に、えー、証明できます。えっ、ー、と、A' と B' が互いに素。えっ、ー、と、互いに素なので大丈夫ですね。えっ、ー、と、約数がないんです。 えー、共通なしなんです。最大公約数1なんです。約数が1だけですね。で、えー、っと、じゃあ A と B を実際掛け算してみると、えー、っと、最大、最小公、あ、ごめんなさい、L ね。最小公倍数も出てくるよって感じですね。だから A×B は GL っていうのも、まあこれは覚えおくといい。じゃあちょっと問題解いていきましょう。えー、っと、最大公約数。最大公約数は G でしたね。 が15で、えー、最小公倍数が390である自然数の,、えー 2, つの自然数ね、2つの自然数を全て求めようっていう問題です、えー、最小公倍数は L ですね じゃあ2つの自然数をちょっと記述はまああの教科書とかに任しますけどえっとまあい,いや2つの自然数を AB とすまあちょっと開けとこうか AB とするとまあちょっと開けていいですかこの辺するとここまではまあ思いつくよな2つの自然数っていうのを数学語訳するわけですよ一旦えーそしたら A イコール A イコール最大公約数かける残りカス B イコール最大公約数かけね残りカスと表せるとここで A' と B' は互いにそうまあ書かなくてもいいかなこの場合書かなくてもいいけどままあ、一応書いておいてもいいと思います A'、B' について ね、ちゃんと書いときたいからねはいでお次ですねえっ、ー、と最小公倍数見ていきたいわけよで最小公倍数は390ですからねえっ、ー、と最大公約数かける残りカスかける残りカスでした残りカスかける残りカスでした、えー、従って、えー、と15で割りましょうか両辺ね3 9 0る1 5はえー 26ですか ?26 イコール A'B' まあ、これさ左辺辺入れ替えといた方がわかりやすいでしょうね。だから A'B' イコール26ってなりました。で、あそう、そこ,こで大事なんだよ。あ、やっぱいるわ。互いに素なんです。で、A、26を作りたいので、えっ、ー、と、まあ、互いに素になるんだろうけど、これ絶対。まあまあいいや。えっ、ー、と、A'B' イコール1と26。 それから2と13、13と2、26と1ってなります。従って、僕ら求めたいのはこの A カンマ B ですね。2つの自然数を A カンマ B としているので、A カンマ B、2つの自然数 A カンマ B をすべて求めたい。だから A カンマ B を求めたいので、A カンマ B を求める。A カンマ B を求めたい。で、どうするかっていうと、A、A'B' それぞれ15倍すれば元戻るよね。なんでかっつったら、えっと、残り数かける最大公約数が、 元の数だもんね掛け算しますそうすると1 5るえっ、ー、といいかな2 6る1 5は390だよねでえっ、ー、とこれ2倍半分ですから2倍半分にしてあればいいでえっ、ー、とひっくり返せばいいだけですね次195の30で390の15となので求めたい自然数2つの組は15とどせ。お えー、15と39030と195195と30この辺で違和感あるね390と15っていうのが答えになるかなって思うんですけどこれ別にさひっくり返ってもいいよねひっくり返っても同じことだよなだからこいつとこいつはいらねえよねだって同じこと言ってるもんねでじゃあなんかこれね <laughs> ひっくり返っててめんどくさいんですけど どうすればひっくり返らない記述ができるかっつったら、ひっくり返るのはなんでかっつったら、ひっくり返るんだろひっくり返るんだろっだから、ここに、A、小なり B って書いといてあげればいいんですよ。まあまあ、せめて、まあまあ、イコールぐらいつけとくか。つけとけばいいんですよ <laughs>。そしたらね、えっと、もう、こいつもこいつも消えるでしょだって、 えっと、A が大きいのでダメでしょ ?A が大きいからダメでしょ ?A が大きいダメ、A が大きいダメって感じでこう全部消えていくんです。で、まあまあ一応の親切に書くならば A' と B' を比較した時もこういう不等式は成り立つよね。まあ書いといてもいいです。書かなくてもいい。まあこれは書いといて後からこの辺消しゴムで消してやれば完璧な答案になりますよね。まあ、もし、あのー、記述をそのまま覚えたいのであればこれここれほど、これごと覚えておくといいと思いますけど 頭の使い方としてはあのー、普通に最大公約数が15ってことはくくれるよねと最大公約数15ってことは15でくくれるっていうメッセージですよ最大公約数が15でってのは最大公約数が15なんやじゃなくて最大公約数が15って言われたら15でくくれるっていうメッセージを受け取るんですよメッセージを受け取ったら2つの自然数を求めろって言われてるんで求めたいものが日本語だったらややこしいわけですよ だから、ね、求めたいものはまず日本語にしたえー、数学語にしたんです。で、両方とも1。5でくくれるんでしょ。だから2つの自然数を数学語訳して、それを15でくくって干したらまあ互いに沿って出てくるんで。まあ一応ね。互いに沿って書いときたい。てから互いに沿って書いたんですよ。なんで書いたかって a ダッシュと b ダッシュについての説明がないからですよ。 だって2つの自然数が AB っていうふうに書いてるんで A と B の説明はできてるんですただ A' と B' って何やねんっていうふうになるから A' と B' について補足説明を書いたっていうイメージですでそしたらあと使ってないの何かな最大公約数使ったな最小公倍数使ったのに2つの自然数これも文字で置いたじゃあ最小公倍数使ってやるぜ最小公倍数は 残りカスが出た時点で、もうパブロフの犬のように思いつくわけです。最小公倍数は、え最大公約数かける、え残りカスかける、残りカスなんですよ。だからまあ、公式的に言うと G、G かけ A ラッシュかけ B ラッシュ、これが最、もうこれが、え最小公倍数です。で、そしたら、あ、もうあの、なんだろ、あの、文字と数字を分離したいじゃないか。文字と数字を分離したいんで割るんですよ。で、割ったんですよ。 で、でも僕ら A' と B' の積を求めたいわけじゃなくて、A'、B' 本体を求めたいだけだから、実際に書き下したんです。うん、どうやって書け算したら26になるやろうって。やったん。で、でもでもでも A'、B' を求めたいわけじゃなくて、僕らが求めてるのは A と B なんです。 だから15を掛け算して復活させたってこうしたけれども、えー、あまりにもなんか、な,なんかよくわかんねいのがばばー出てきてるから、いっちゃん最後に、あの、ここの記述を後から付け出してやってもう、もうこうやって付け出してもいいですよ。こうやって付け出して、えっ、ー、と、こうやって求めたったっていう感じですね。よろしいでしょうか。じゃあ、お次行きましょう。はい。えー、 公式 5m+2n=25 を満たす自然数の組をすべて求めようと、えー、この問題やっていきましょうこんなでやっていきます じゃあどうするかと言いますと数字に着目してください。でなんで数字に着目するかっていうとえっ、ー、となんとなくちょっと因数分解的なことをしたいと。因数分解したいと。だからまあ今ね文字と数字っていうふうに分離されてるんですけどちょっとそこのルールはあの目をつぶって因数分解したいので。 5と25ってさ、なんか、最大公約数でかそうじゃん。って感じで、あの、この3つのペアの、3つの数字の中から、最大公約数が、えー、最大のペアを探します。そしたら5と25なんで、そいつらを右辺に移行してやりましょう。そうするとまあ25、25-5m ですかで、ま、因数分解的なことをします。えー、あ、ごめんなさい。因数分解的なことをします。はい。<laughs> でそしたらえっ、ー、とそうやなこうしようかうん N を主人公にしてあげてください N を主人公にしてあげてくださいでそうするとえっ、ー、と 5N が2の倍数だったことが分かりますねえっ、ー、とまあ点点点々としようか1より 5−n が 2の倍数なんでかってだってこいつが2の倍数じゃないとこれ約分できないからこいつがあの自然数にならないでしょこいつ自然数になんです自然数にするためにはこのこ,この2と何か約分できるとかなんだよだから 5-m が2の倍数にならんですなので 5-m イコール 25-m イコールああなのでえーっとどうしようかな 5く m が2の時もうしらみつぶしにやるしかないなえー m=3 えー1に代入し n= 何ぼになるよこれあ1に代入したらめんどくさいなこのちょっともうこれあのこうさせてアスタリスクに代入し n= イコールああ待ってでもどど,どうしようもめんどああいいや1に代入した方がいいわ1に代入して5く3で2かで2と2で約分5か で5ひく 5m がえっと2の倍数なんですけどこのだから2の倍数っていうのは数学語訳してるんですねえ5ひく m イコール2の倍数っていうのをえより日本語訳すると5ひく m イコール2と5ひく m イコール4と5ひく m イコール6とっていう感じでまあ倍分けやなじゃあ5ひく m イコール2の倍数ですけどまあ4で4の時えっと m イコールこれ1台の人だ4になるわな m イコール1 M イコール1で、えー、これを1に代入し何本になる5く1で4か4と2でこいつ2になって 5×2 で10か N イコール10とで 5−m イコール6の時代入しますよえー、っとあごめんなさい 5−m イコール6の時 m が5く1で m イコールス1かなんかこれ2ずつ減ってるよな2ずつ減ってるしえっと n がさ うんと自然数じゃん。M も自然数なんですよ。えー、だから、負になった時点でダメ。ちょっと実際、じゃあ、8にしてみようか。8にしてみたら、マイナス3か。あれからもう、どん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 、なんか、マイナスになっていくね。だから、もう、6、8、10、12、14は、えっと、M が負なので、不適。で、いいでしょう。これで。っていう感じで、回答は、えっと、M、 N あ自然数、ごめんなさい、自然数、mn、mn イコール3カンマ5の、えー、と1カンマ10ですか。はい、これで答えです。で、まあ、一応、あのー、そうですね、こういうふうに解きます。で、どういうのがポイントだったかっていうと、あのー、文字と数字っていうふうになってるんですけど、まあ、因数分解したいんです。基本的に整数の性質の等式は因数分解したいんですよ。因数分解したい。 塊を作りたいこういうい風ななのでえと因分解ししてやりましたでここがポイントですねここが多分教科書に載ってないポイントなんですけどえっと N を主人公にしてやりたいだって僕ら X とか Y とか求める時に X イコールんとか Y イコールんとかっていう風に X について解いたり Y について解いたりするじゃないですかだから今回も N について解いてやったんです解けってないけどなまあ N について見てやったんです N を主人公にしたんです n を m で示したんです。表したんです。っていう感じで、m イコ n イコールの形にする。だからちょうどあの、あれだよな。x イコール 2a 分の -b のね b、b 値上引く 4ac みたいな。こういうイメージをな。えっと、x イコールホニャホニャっていう公式を作ってやった。n イコールホニャホニャっていう公式を自作した。そんなイメージです。で、これがね、教科書に書いていなくて、代わりにどういう記述がなされているかというと、こうですね。 えとオレンジで書きますね代わりにどういう記述がなされているかというと2と5はここで止めてますここで止めてて互いに素なので5 m くコールく m は2の倍数こういう記述になってますこれは分かりにくいよな分かりにくい うん。わ <laughs> かりにくいですね。で、えっ、ー、と、なんで、たい、なんあの、ここはわかるじゃないですか。ここはまだわかる。5低 N が2の倍数はわかる。だって、あの、あのだって、こっちが2の倍数な、こっちが、ね、こっちが 2, 倍2の倍数なんだから、こっちを2の倍数にするためには、こいつが2の倍数にならないといけないですよね。じゃ、なんでこれが必要なのか。はい、これを日本語訳します、もう一回。2に5は入ってないし、5に、 には入ってないっててないうんですこれはつまり、えー、とこういうパターンだったら解けないわけですよねえっ、ー、と例えば 6m の36この問題解いてみましょうはいそしたら、えー、と同じようにやりますね6と36えっ、ー、と ま、因数分解したいんで、右に持ってきます。なんとなくね、最大公約数がでかそうなんで。くくります、くくります。こうなります。で、じゃあこの部分。ね。えっ、ー、と、で、ここで6引く n は2の倍数なので。って、言えませんよね。で、なんで言えないかっていうと、左辺が2の倍数、右辺が2の倍数なんですけど、 6がいるので、ここが、ノット2の倍数でも、6が2の倍数だから、左辺も右辺も2の倍数。したがって、ノット2の倍数でも矛盾しないんです。言い方変えると、ノット2の倍数で、OK ってなるんです。うん。で、なんでかっつったら、6に2が、 入ってるんです。確かに2に6は入ってないよ。2に6は入ってないんだけど、6に2が入ってる。だから、もしこれやりたいんだったら、2に6は入ってないし、6に2は入ってないことを、えー、言ってやらないといけないわけです。でも、入ってるよね。入ってるからこういうバグが起きたんだよね。なので、えー、2に5は入ってないし、5に2は入ってない。すなわち2と5は互いにそうですよって言いたいわけ。 じゃあね、えー、ともうちょっと深掘りしますなんで2に5は入ってないし5に2は入ってないが互いにそうなのかっつったらば6イコール2かけ3ねこれえ6に2が入っているわけですけれどもこれってさ、えー、実は6と2の最大公約数が2だからですよね。 6と2の最大公約数は2なわけじゃないですかだから6の中に2が入ってたんでしょで2の中にも2が入ってたんでしょうんだから、あのー、最大公約数が2だからダメだったんですじゃ最大公約数が何だったらいいのかっていうと例えばさっき2と5は互いにそうでしたよねで5に2は入ってないし2に5は入ってませんでした えっと実際これね計算してみるとだから2と5の最大公約数計算するとこれ1なんですよ1なんです、えー、だからまあだから実際やってみようか、えー、っと最大公約数なんぼかって、えー、5の2の、えー、2の4で1で1がたって2になって、えー、っと2で0かで0でアーカンを集めて1になって1ですよね最大公約数 で、最大公約数一なので、一なので、もう、あのー。どっちに何も入ってないんですよ。五は二を持ってないし、二は五も持ってない。要は両方とも。残り数なんです。両方とも残り数だったら、いいんだろ。両方とも残り数だったら、二に五は入ってないし、五に二は入ってないよね。もうちょっと丁寧に説明します。最大公約数。最大公約数というのは共通部分です。 共通部分が1っていうことは2たす5をするときに1、1しかくくれないんですよ、こうやって。1しかくくれないの。っていうことは何もくくれないんです。何も共通の部分をほっぽり出せないんです。1をくくるっていうのは何もくくってないのと一緒です。だから2と5の共通部分がないんで2に5は入ってないし5に2は入ってない。っていうことですよね。6たすね、2を計算するってなったときにまあ、これっぽく計算すると2でくくれますもんね、こうやって。 そしたら、6も2も2もが入ってる。だから、6の中に2が入ってるし、2の中に2が入ってるんですよ。だからダメ。つーことで、互いにそうなのでっていうふうに言わなきゃいけない。ただ、これが回避できるんですよ。えっと、なんでかっていうと、えっと、これ、割りますよね。2分の6っていうふうに。で、そしたら、おのずと、約分するんですよ。え、まあ約分、まあこんな感じになりますよね。あえてやるならば。で、約分した後の結果って、 互いにそうになるんですよ。約分した後の結果って互いにそうになる。なんでかっつったら共通の部分を全部約分した後の残りカスが分数の完成形でしょ。例えば七十二分の六十、これ約分してみます。二で割ります。三十の三十六。もう一回二で割ろうか。十五十八。三で割ろうか。五で,でこれ六ですね。で、もうこれ残りカスや六分の五と。あと残りね、あの共通の部分がないと。 だからここって残りあのねえっと互いにそうだだよねだからこうやってあの分数にしてやることで今の問題が回避できるんですよ。もちろん約分すればの話だけどどうせ約分するからみんな。だから回避できるんです。つうので今のやり方でいけるんですよ。まあ最もえっとももうちょい親切にやるとするならばえさっきのこの2分の5っていうのもね2分の5っていうのもえっと2と5は。 互いいに素なのでって書いた方が親切ですよだし、互いにそって書かないと罰にする先生ももしかしたらいるかもしれん。もしくは、えー、2分の5は、えー、約分しきった分数ってことで、規約分数なのでって書いても、まあ同じことですね。規約分数って言っても、えー、互いにそって言っても、言ってることは同じです。よろしいですかね。 じゃあお次の話いきましょう倍数の見分け方いきます倍数の見分け方えまずもうなんなくさいな、えー、2の倍数 2の倍数かどうかを見分けたいとき。例えば、144というのが2の倍数かどうかを見分けたいとき。これ分かりますかね分かる人は分かる。ね。一番右の数字を見ればいいんですよね。1の位を見ればいい。2の倍数は、1の位が、2の倍数なんで偶数。1の位が偶数だったら、2の倍数と言えます。で、3の倍数。それから、9の倍数。 えー、両方とも言っちゃいましょう。えー、まず3の倍数は、えー、っと、各位の数が、えー、っと、3の倍数。あ、数の和が3の倍数だったらいい。えー、9の倍数も各くらいの和が9の倍数だったらいい。どういうことか。 えっと例えばこんな問題でやってみましょうか159がえっと3の倍数かどうかを調べろっていうことですけどえこれ3の倍数かなどうかなこれ実は1たす5たす9すなわち各くくらいの数の和各くくらいの数っていうのがこれとこれとこれねで和なので全部足しますねが3の倍数かどうか6たす9で1515 15は3の倍数 ね、これも分からんかったらこれが6の倍数これが3の倍数かどうか分からんかったら1たす5すればいいんですよで6になったとじゃあ63の倍数やっていうふうになりますよねはいっていう感じで、えー、足して3の倍数になれば3の倍数だし例えばじゃあこんなやつ144は9の倍数でしょうか計算しればですね1たす4たす4は8の9かじゃあ9の倍数でやったんで9の倍数やねと言えます はい、なんでそうなるのかなんでそうなるかちょっと見ていきますねえっ、ー、となんでそうなるかっていうとじゃあ例えば、えー、3桁の自然数で考えてみますで3桁の自然数まあ例えば543とかですけど、まあ、一般化したいのでえっ、ー、と n イコールとしましょう n イコール、まあ、3桁なので100の塊が何個あるか10の塊が何個あるか 1>, 1の塊が何個あるかっていうので示されます。例えば543だったら、100の塊が5個、あえー、っと10の塊が4個、えー、1の塊が3個ですね。っていう感じで、100の塊が A 個、えー、10の塊が B 個、えー、1の塊が C 個と、えー。もっともこれらは、えー、A は、えー、1から9ですし、えー、B は えー、0から9ですし、えー、C も0から9です、まあ、これはそうですねで A が A は0じゃないからね A が0だったらここ0なんで58みたいな感じで、まあ、2桁になっちゃうよねはいで、えー、と計算してみると、えー、こんな感じになりますえっ、ー、と だから A、A たす B たす C、すなわち、例えば543やったら5、5たす4たす3が、まあ今回違いますけど、合ってるわ5。5たす4たす3が、今七で12やから、3の倍数なんで、え3の倍数っていうふうに言えるわけですが、え例えば、えっと、だからこれって結局 A、A たす B たす C、すやややベロが喋らない A。A たす B たす、ベロが喋らないってやばいな A。A たす B たす C、 に注目すればいいわけじゃんだから A+B+C すすをまず取り出して残り物をここに書いてあればいいんですよ。えー、こうだよな。ね。でそうしてやるとえー、っと、まあ、3の倍数ですから、まあ、3でくぐっときますか一応。 えー、そうするとね A+B+C すすの部分が3の倍数だったらこいつもあここは3の倍数だからさ N 自体も3の倍数だよねだから、えー、ここのここが3の倍数なら N も、えー、3の倍数だよねえな、ー、んでかわかりますか要は n が3で割り切れたらこれがえっと割り切れる状態だったらえこの子は n は3の倍数っていうふうに言うるわけじゃないですかつまりえこの子が割り切れれば3の倍数なんですよ n イコールこれだからで a+b+c+3 すすの 33+3b が3で割り切れればまあまあ n もこいつも一緒ですね n は3の倍数って言えます で、そしたら、えっ、ー、と、ね、2分の5たす8みたいなのって、これ2分の5たす2分の8ですよね。まあ、言い方変えると、2分の5たす2分の8は、2分の5たす8ですよね。まあ、もっと言うと、2分の13ですよね。分子同士の足し算ですよね。だから、えっ、ー、と、こういうのを2分の5たす2分の8に分解することもできますよね。だから、分解してやって、えっ、ー、と、こいつですね、分解してやると、 3分のここ A たす B たす C とここ3分の3る3 3 a たす 3B ここは約分できますから割り切れただからここが割り切れれば N は3の倍数なわけですよなのでここが割り切れここが3で割り切れるここが3の倍数ならば N は3の倍数って言えるわけです大丈夫ですかねでえっとじゃあ ちょ、っともうちょい違うパターン。えー、っと、今さ、3でくくりましたけど、9でくくりますね。11a たす b って感じで。で、そしたら今度、a たす b たす c が9の倍数なら、m も、n の、n も9の倍数って言えます。えー、それはなんでかっていうと、n が9の倍数って示したかったら、n が9で割り切れればいいんですね。割り、切れればいいんですよね。うん。で、えー、っと、なので、 それってのはどういうことかっていうと、うんと、割り切れれば n が9の倍数なわけじゃん。で、じゃあ n のところにこれ代入します。イコールだから a、b c、Q a たす b たす c たす9の 11a たす b で9で、もう一回さっきと同じように分解してやると a、b c、a たす b たす c たす9の 11a たす b ですね。こことここで分けてやった。こことここで分けてやった。 そしたら、えっと、ここはピンピンって割り、なる、なるから、ここにや、ね、割り算、割り、割り切ってるんですね。だから、結局、ここが9の倍数だったら割り切れるので、こいつも割り切れるんです。割り切れるってことは N も割り切れる。だから、N も9の倍数って言うわけ。ね。つう感じで、えっと、こういう背景があります。えっと、100の塊、10の塊、1の塊っていう風にやったった後に、えっと、くぐったんですよね。くぐったらこうなるんですよ。 かかりましたかはいちょっとなんか3桁だけやとなんかあれやからもうちょい一般抜かしおきますねじゃあ4桁5桁では同じことが言えないじゃないかと2桁でも同じことが言えないじゃないかっていうふうに怒られそうなのでえっ、ー、とそうですねえ、ね、n っていうのがまあ何桁か分かりませんけどえっ、ー、と i=1 イコ、えールのえっと n にしましょうかでえっ、ー、と で、どうなるんだあめんどくさいことしためんどくさいことしたわ、えー、めんどくさいことしたけどえー、っといいんですよえー、っといいんですよえー、っとというのは、うん、どうしようかな10の愛情とすればいいのええー i の10の I 乗かっていうふうにすればえー、っと10の1乗あこれ0に線でいかないかゼ0でいけるかなで AI をえー、っと0から9に設定してやれば えっとくくってえっ、ー、と AI 足すことのえどうなるんだろうこれえっ、ー、と AI の10引く1で、えー、I イコール0で N で でえー、っとここまあ3の倍数だよねあっい九9の倍数九の倍数だよな,、えー、なんでかっつったら9か99か,99か 9, 999か9999かって感じになりますからえー、でもこれどうやって記述にすればいいんだろうねああでもこんな待って <laughs> 何やってんだろうなんかめっちゃ余談余談やったけどえー、っとここが9の倍数ですから えと各位を足したものが、えー、3の倍数ないし9の倍数になれば、えー、こいつも3の倍数9の倍数っていうことが言えますねはい、まあ、なので一般化できますまあこのシグマなんやねんこの記号っていうふうに思うと思うので一旦ほっといてくださいはいで次ですねえっ、ー、と4の倍数見てみましょうえー、4の倍数はえっ、ー、と まあ、これ、何やろうな。うんと、2で割っても、2の倍数か。これが本当は分かりやすいんじゃないのっていうふうに思うんですけど、例えば、124。うん。124を、あ、二十四あ、まあ、分かるか。うーんと18、184。184やったら、2で割ったらどうなります 2で割ったら 92, になりますよ、ね、で92が2の倍数なんでこいつが2の倍数で2の倍数にさらに2が掛け算されてるんで4の倍数って言えます。もしくはもしくは下2桁が4の倍数4の倍数ならいいと。どういうことかっていうとこの84が4の倍数かどうかを調べればいいわけです。 で84まあ4で割ってみて割り切れたらいいんですよねえ二、ーうんまあ、21ですねなのでえー、っといいんですよ8十の 4, 4で21と下2桁が4の倍数だったら4の倍数だし2で割っても2の倍数だったら4の倍数で両方とも当たり前のこと言ってますなんでかっていうと4の倍数、えー、ねえー、っと下2桁うんえー、っとじゃあ うん、これもね4の倍数なんですよ、うん、こうなってくるとちょっとね2で割っても2の倍数っていうのは聞きにくいよなだからえっとまあどっちかというとこっちの方が万能ルールですね下2桁が4の倍数とで、えー、実際やってみますけどえー、っとここが2の倍数だったらいいっていうのは何でかっていうとこれイコール853205984だった部分を00に書いて、えー、それに84を足してやる そうすると、この部分が100の倍数ですよね。100の倍数100。1 0 0る何とかって形です。で、100ってのがこれ4の倍数なんですよ25。2 5け4やから。だから、ここの部分が4で割り切れること確定なんです。だって2 5 × 4る何とかなんで、4がいる時点で、こいつと4で約分ができるからさ、4で割れるんですよ。だから、この下2桁84だけ4の倍数だったらいいと。 でここもその下二桁が4の倍数かどうかが分からんってなったらこれ使ってください2で割っても2の倍数か2で割っても2の倍数かだから、えー、これ2で割ってやったら42なんで2の倍数なんで、えー、4の倍数って言えますいいっすかねはいでえー、っとじゃあ5の倍数、えー、5の倍数は、えー、っと1の位がの位が えー、0か5、あ、終わり。えー、6の倍数は、えー、っと、1の位が、偶数で、偶数かつ、えー、各位の和が、3の倍数。ですね。えー、なぜならば、なぜならば、 えっと、2の倍数と3の倍数の公倍数ね。2と3の公倍数っていうのは、2と3の公倍数っていうのは、最小公倍数の倍数でしたね。最小公倍数の倍数でした。で、最小公倍数って6ですよね。 なんで6の倍数なんで6、12、18って感じやから2の倍数でかつ3の倍数だったら6の倍数なんですよだから1の位が偶数これ2の倍数の条件各位の和が3の倍数これあの3の倍数の条件っていう具合ですよね例えばえっとそうですねうんとえっと3508のえぇ10 これで9か。9だから。うん。こんなんどうですか ?3516。はい。3516。これはまず1の位が偶数ですよね。てかまあ、もっと言うならば、下2桁が4の倍数なんで、4の倍数ですけど、まあちょっとややこしいんで。ややこしいなえー、っと。 うーんこうするわ <laughs>。こうするわ。じゃあ、ま、下吹けた、桁は、4の倍数じゃなくなったので、ま、普通に2の倍数ですね、まずは。2の倍数で、じゃあ、全部足してやります。そしたら9、9足す6で、15。15だよね。で、15なので、3の倍数ですから、2の倍数だし、3の倍数やから、6の倍数って言えます。 さっきみたいにこう、こうだったら、えっ、ー、と、下2桁が4の倍数で、えー、しかも足したら15ですから、えー、4と6の最小、4の倍、んってっ4の倍数でもあまり3の倍数でもあるので、12の倍数ってことになりますね。もし4の倍数かつ3の倍数になったら12の倍数ってことになります。はい。 よろしいでしょうかでお次ですねえー、っと8の,倍数8の倍数もねこれも結構そんな難しくなくて 125×8 が1000なんですよ。でも例えばえー、っとそうやなうーん。 えーっと待ってね9の8の倍数 <laughs> 8の倍数って何がある ?8 の倍数って何があるんやろえ,ー、っ,とえーっと8の倍数むずいな何でもいいや7 2る8とかしてみよう押したらえっと16の56での中5 7 5 7えここは8の倍数です今作ったんで8かけたんで8の倍数ですはいでそしたら えっとここまでの部分ってまあ1000倍ですよねだからまあこれ実際あの分解すると3510239の576の部分000に変えてでそれ足数576っていうにすればいいそうすればここの部分ってのが1000の倍数ですからえ1000の倍数の時点で 125×8 だから 125×8 なんで8が入ってますこの中にだからこの部分は8で割り切れるのであとのこの576の部分さえ 8で割り切れたらもう全部8の倍数って言えるんですよ。よろしいですかね。あと言ってないやつあるっけあ7の倍数言ってないね。7の倍数はもう頑張って割ってください。7の倍数の見分け方あんまりないんで。7の倍数の見分け方ない。ないです。もう割ってください。あるけど多分今は教えんでもいい。はい。って感じの倍数の見分け方でした。 えー、お次行きましょうかね。えっ、ー、と、今まで自然数の話をしてきていました。自然数の話をしてました。今まで、そう、えー、自然数。えー、自然数の、えー、倍数、約数について喋ってみました。まあ、ここまで来たら、 あごめんなさいここまで来たらうわ何やってんだ何やってんだえー、っとうん、えー、とこのもああこのもんか自然数 <laughs> えっと数字ってさいろいろあるわけじゃん、まあ、小学校の時にやったやつがまあ自然数だよなで自然数にはまあ整数が入ってるわけですよだから0とか負を含めたら整数ですよねでそれにえー、っと 何やろう整数じゃなくて、例えば、だからその、整数って言ったらさ、棒が何本あるかって話じゃん。ね、棒が何本あるかって、これ3本だよな。えー、っと、で、じゃあ例えば、この1本の棒を5分割して、この5分割したサイズのやつを8個集めてきますってなったら、これ5分の8ですよね。っていう感じで、えー、っと、こうやって、規約分数で、規約分数で示されるやつ。まあこの規約分は有理数ですね。実際。 えー、ま有理数と。規約分数で示されるやつが有理数なんですけど。で、ただ、それ、これだけじゃ数は示されないと。ね。あの、なんか、a, b, c と。あ、なんか、a 事情たす b 事情が、c 事情になるらしいぞ。でも、なんか、どうやら、ね、え <laughs>、ここが、ここが、えー、そうやな。うん、どうしようかな。えー、っと、ここが1で、ここが1だったら、ここがルあの、ここがルート2になるぞと。 えー、分数にできなるぞ分数にできないぞだからまあ無理数ってしたわけですよね無理数っていうのができたであのー、複素数っていうのになりますんあ無理数まあまあ無理数っていうかまあじ実数ですねごめんなさい無理数と有理数を含めてまあ実数とでまあ複素数とあまあ一旦この辺あの適当に聞き流していただければいいんですけど 自然数の倍数、約数があるんだったら、整数の倍数、約数はねえのかと。有理数の倍数、約数はねえのかと。実数はねえのか、複数はねえのかっていう議論に持ち込まれがちなんですよ。自然数で言えることを整数に拡張したり、整数で言えることを有理数に拡張したり、有理数で言えることを実数に拡張したり、まあ、有理数はちょっとマニアックすけど。っていうことが結構、あの、ありがちなんですよね。で、今ここで挙げられるのが、 整数の倍数、約数について考えていこうっていうことになります。ここからね、えー。そうすると整数なので、例えば3、うん、マイナス三はマイナス三についてみていくと。 マイナス3をなんか素因数分解的なことすると、マイナス1かける3なんですよね。なんで、マイナス3は、3の倍数って言えます。まあちょっと復習ですけど、9って、あ、まあじゃあにあどうしよう、12にしようか。2の2乗かける3だったよね。で、12は、3の倍数じゃないですか。で、それなんでかって言ったらは、12は、 3を含むっていうことなんですよ。3を、えー、因数に含むんです。3を因数に含むから3の倍数って言えるんです。12は確かに2の倍数でもあります。確かに2の倍数でもある。それはなんでかっていうと、2を因数に含むからなんです。ね。だから、えっと、なんとかの倍数って言われたら、なんとかを含むと考えればいい。 えー、マイナス3には3を含むから3の倍数だし、マイナス3は、えーとまあ、マイナス1の倍数とも言えるわけですよ。はい。で、えっ、ー、と、それから、うーんね、えー、それからですね、えー、っと、マイナス1はマイナス3の約数ですね。はい。えー、実は、えー、この部分のことです。 部分のことを僕らは、えっ、ー、と、因数と呼ぶんですが、因数と呼ぶんですけど、えー、この因数こそが約数です、うん。まあだから、整数の世界に落とし込むならば、因数っていうのは約数なんです。うん、まあ、因数の方が広い概念んだけどね。で、実際、えっ、ー、と、あごめんなさいです、マイナス3か。 えー、マイナス1ってのがマイナス3の部分になってますよね。だから、えっ、ー、と、約数はそのまま部分って言い換えればいい。うん。1部分って言い換えればいい。1部分って言い換えればいい。3、何とかの倍数って言ったら何とかを含む。何とかの約数って言ったら何とかの1部分と。だから3はマイナス3の、ああ、マイナス3の約数とも言えます。はい。これ日本語訳の問題ですね。だから、えっ、ー、と、 何とかの倍数って言われたら、何、えー、とかを含むと考えたらいい。それから、何とかの約数ときたら、何とかの一部分と捉えればいい。それだけですね。はい。なので、えー、っと、それを踏まえて、えー、っと、 例えば、えっ、ー、と、マイナス6かける、まあ、そうだね、マイナス1かける、まあ2かける3みたいな感じですけど、別に1をかけ算してもいいですよね。えー、なので、えー、1ってのは、えっ、ー、と、すべての整数の1部分です。1は、すべての整数の1部分です。えー、で、それで、えー、ね、えー 0はすべての整数の倍数です。これむずいよ。はい、失礼しました。30分ぐらいで切れてしまうもんでね。0、えー、はすべての整数の倍数です。すべての整数の倍数ってことは、すべての整数を含むってことです。どういうことか。0イコール、もう、 あのー、こうですよねもう何かかける0なんですよ何かかける0でだから、えー、と0は0の約数ってことは言えるんですけどねえっ、ー、と0の1部分だから0の1部分だってことは言えるんですけどここに何を当てはめてもいい以上、えー、と例えば3を当てはめてもいいんですよじゃあこの瞬間に、えー、と 3, 3倍されてますから 3を含みますから3を含むんで3の倍数なんですじゃあ5やったらまあ 5, の5を含むんで5の倍数なんですよマイナス150やったらマイナス150を含むんでマイナス150の倍数なんですよっていう感じで0は全ての整数の倍数と、まあ、これあの覚えなくていいのであんまり出てこないあんもう覚えなくていいんでえっとこういうふうに考えれるようにしておいてください0イコール何かかけ0やとだからこの何かの部分に何を入れてもいい以上を 0はすべての整数を含んでるんやなと。ま、すべての整数だからここで三角ですよ。三角を含むんやなと。三角を含むっていうことは三角の倍数なんやなと。三角って何かすべての整数やなと。そういうふうに考えれるようにしといてください。よろしいでしょうか。で、お次ですね。えー、っと、じゃあ整数の範囲で。例えば、えー 2の倍数を整数の、えー、範囲で書き下しましょうとなったらどうなるかっていうとえっ、ー、とこれはですねえっ、ー、と今までやったら24681012みたいな感じだったんですけどあこれあの小6からさ中1に上がるときに 0,1,2,3,4やった世界が、あの、左側に生え始めましたよね。このパラダイムシフトが起きます。なので、まあ、0も含むし、マイナス、だから、2を引いてってもいいんですよ。2を足してけって言ったけど、2を引いてってもよくなる。こうなります。で、これをまとめて、2m、m は整数と示すこともできます。2m、m は整数と示すこともできます。 なんでかっていうとあの普通になだって 2× 整数の形じゃん 2×12×2 まあこれやったら2 ×− 1 2 ×ス2って感じなんで一般的に 2× ほにゃほにゃなんで2は整数と。えっ m は整数で 2m って示されますね例えばじゃあ、えー、6の約数6の約数は今までやったら1236でしたけどえっ、ー、と、まあ、6イコール。 えっとねえー、2かける3かけるまあ1っていうのがまあつけなくていいんですけど、まあ、1, 1をつけますねでそしたら6も1部分になるし1も1部分になるし2も1部分になるし3も1部分になるんですけどえー、っとマイナス1かける2かける3かける1みたいな感じでもできるんですよあごめんなさい間違えましたマイナス1かけるどうしようかなうーん うん、どうしようかな。マイナス1かける。まあ、じゃあ、一番最後はマイナス1にしましょうか。で、そしたら、ま、式は成立しますよね。で、えー、っと、そしたら、これ、マイナス2っていうのも一部分になるし、マイナス3っていうのも一部分になるし、マイナス6も一部分になるって感じで、マイナス1、マイナス2、えー、マイナス3、えー、マイナス6っていうのが一部分になるので、6の約数ってこうなります。これはなんか、あの、2m みたいな感じで示されないですね。はい。じゃあ、お次。 えー、マイナス十二の約数見てみます。はい、これもね同じなんですけど、え実はこれあの十二の約数と同じなんですよね。えー、なんでかっていうと、えーと十二の約数を考えるときに、ま十、あ、二イコールま二の二乗をかけ三かけ一かけえーとまマイナス一かけマイナス一みたいな感じにすればいいんですけど、えーとまマイナス十二だったらこのマイナス一が一個消えるだけですよね。 なんで全部一部分になる例えば1234612は12の約数なんでかというと1を含んでる2を含んでる3も含んでる4を含んでる6を含んでるし12を含んでますねなんでいけるんですけどじゃあ今度一1 × 2っていう塊とか一1 × 3っていう塊とか一1 × 4っていう塊とかを考えていくと全部符号が変わりますねこんな具合にこんな具合に。こんな具合に だから、これとこれって感じあるよろしいですかねはい大丈夫でしょうかえー、っとそんな感じかなじゃあえー、っと そんな話をまあちょっとしながら例えばうんとえこういう式を考えるときにえ実はこの m-1 と n にしようか n-2 はえっと 整数の範囲で18の約数になってますなんでかっていうと当たりますよね18の1部分じゃないですかなので約数っていうふうに言えますでもっと言うとまあこうですねかけて18になればいいんだからマイナス18マイナス1マイナス9のマイナス2マイナス6のマイナス3 えっと、あとはないか。えー、っと、マイナス5はない、マイナス4もない、マイナス3はいける、マイナス3、マイナス6。あ、じゃあ逆やね。マイナス2のマイナス9、えー、マイナス18のマイナス1。で、繊維の部分も考えてやったらいい。えっと、ちょっとこう確認します。えっと、繊の部分も考えてやると、え、ね、っと、こうか。え、ね、こうか。あ、まあ、ま、いいや。えーっ,とえー、っと、うんと、あ、おかしいな。これ18の、こっちが1か。 じゃあ、えっと、こういう順番なんで、まあ、1実際にしましょうか。負の負と線にしましょうか。でそしたらこうで6で9で18で掛、えー、け算して、ね、18になればいいわけだから、えー、逆になるよね逆になるよね。はい,っていう感じでこれらがまあ求める答えというかねよろしいでしょうか こうなりますでえー、っとそうですねでそうすると、えー、m と n を求めるときにどうなるかっていうとえー、っとこれマイナス1されてるのでこのね左辺みたいなこ,うこいつに1足すこいつに2を足せばいいんですよ。こいつに1を足せば m になるんですよ。 でこいつに2を足せば要はこいつらに2を足していけば一括で全部 n になるんですよ2を足せばいいえー、2を足せばいいはいっていう感じでえっ、ー、と回答はまあだからこういうのって大体えっ、ー、とえー、整数整数 mn のえっ、ー、と組をねなんか求めろみたいな感じになるんですでじゃあ実際これやってみると、えー、やってみるとえー、ね <laughs> えぇ、ー、m かんま n は、えー、マイナス十七一マイナス八ゼロマイナス五マイナス一マイナス二マイナス四マイナス一マイナス七ゼロマイナス十六えー、っとそれでえー、っと 210220314875101414、えー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 、か、えー、193ってのが、えー、回答になりますもう全部書かなきゃいけないんでねちょっと面倒くさいんですけどこうなりますはいじゃあ今のでね容量はつかめたと思うんですけどじゃあ今度 m たす1あかける n イコール12をしょ m 引く4とかにしようかな満たす本当はね整数の組って言われるんですけど自然数の組 mn をすべて求めようっていう問題にしてみましょうはいそうするとどうなりますか ね、同じようにやればいいです。えっ、ー、と、これ、かけて十二になればいいわけですよね。だから m、m 四の n の、えー、マイナス十二のマイナス一の、マイナス六のマイナス二。えっ、ー、と、まあ、あワンちゃんこれ、標準にした方がわかりやすいかもしれないですね。なんか、十二一の六の2、四、えー、の三三えーと、三の四えー、2の六一の十二。 でどうするかっつったらえー、っとあの符号をマイナスにすればいいですねえー、っと全部符号をマイナスにすればいい何、えー、でかというとかけたら12になるからねえー、っとここまでを全部マイナスしてやればえー、っといいんですじゃあもうこうやっても書き写してもらうかでえー、っと書き写しまえよち時ねこうやって書き写しますはいでそしたらえー、っと m-4 の部分だけ4を足してやればいいですねだから こいつら全部に4をよいしょって足せば M になります。えー、16、18、7、えー、4を足すんで、えー、4を足すんだ6の5の3の4を, 4, を4を足す、4を足す、4を足す、4を足す。で、自然数の組みつってるんで、えー、っと、はい、ダメ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 ,ダメ。だから、ここしかありえないね。つうことで、えー、っと、MN は、 そうだから一旦あの整数で考えてやって一番最後に自然数っていうふうにしてやればあの間違える可能性は低くなると思いますじゃあまあえっとどうしようかえこういこうかえっと5の12の 6, の6の6の7の4の8の3の10の2の16の1かはいっていう感じですねじゃあお次 とにかくええとにかくうーん、ええ、だからね。こうすればいいんですよ。えーっと。なんか m、m 引く何とか、かける n ひ n 足す、まあなん何でもいい。えっと、もうこの、こんなんで、え、まあ、引く、引くにしようか。え、もう、このこんな、こんな。で、えっと、自然数が、例えばまあ、自然数、まあ、正数が15とか。え、こんなんだったら、ね、こんなんだったらどうなるかっると、 えとだからこことここのがえと15の一部分同士の掛け算になってったらいいんですよでこいつらが「約数」って呼ばれてますよねで約数っていうのはえっとまあ整数自然数の世界の言葉なんですがえっとまあちょっと整数にしときましょうか整数自然数の世界の言葉なんですけどえっとこうやって文字になってたら因数ですね で、因数で分解するんで、因数分解です。だからね、今まで僕らがやってたのは、えー、っと、一個、一部分同士の掛け算として考えたから、さっきのこういう表が作れたんですよ。だから、今回も、その約数っていう考え方を用いて、因数分解っていうのを頭に入れながら考えていきます。因数分解です。例えばね。えー、っと。 んこんな問題、えー、これを満たすえー、っと整数の組整数の組 m カンマ n を求めようという問題をやってみましょう、えー、そうするともうとにもかくにも因数分解ですねで、えー、こういう 式のね、因数分解するときにはね、もうコツがね、あるんですよ。もう言いますよ。でっかい声で言いますよ。かっこかっこ !MN なんですよ。わかりましたかで、えっ、ー、と、2M を作りたかったら、ここに2を掛け算、えー、ね、作ってやるとよくやって掛け算しますね。マイナス 3N 作りたかったら、ここにマイナス3してやればいいですね。で、この辺はもうどれもいいんですよ。えー、そしたら、この子は6がありますよね。だって、これ展開したら、M、 n 3n の M の n の 2m ですよねだから6が入ってるんですよ。で6が入ってるんだけど結果的にス2にしたいのでス8をしてやったら長尻が合う。でまあ移行してやりましょうかね。m-3n-2=8 と。そうしたら m-3 と n-2 のえー、っとねこれ1と82と43とあ3じゃない4と28と1。 で、えっと、ま、あこれ、負にしてやればいいですね、全部。えーまあ、マイナス1、マイナス8、ま、マイナス、今、順番なんで、ロール名マイナス4、マイナス4、マイナス2、マイナス8、マイナス1ってう,ふうにしてやればいい。で、全部3を足して2を足してやればいいと。えー、こいつらに全部足し、3を足してやると、3を足してやると M になる。えー、3を足してやるといいと。えー、4。 2足す、3、まあ、を足す、3を足す。3を足す、3を足す。え、3を足す、3を足す、3を足す。え、で、こいつは、えっと、2を足してればですね、2を足してやったらいいと。二を足してやる。え、10、え、2を足す、え、2を足す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 。はい、ということで答えは、M カンマ N の答えは、えっと、40。あ、もういいや、もう、これ全部書いてください。全部書いたら、え、答えです。 よろしいですかね。じゃあ、えっ、ー、と、この辺にしておきましょうか。一旦ね。